あと相対音感クイズとかなんかやったらいいんじゃないの。俺みたいなもんは、俺相対音感はあるって言われてるから、テスト、相対音感のテストちょっとやってみてもいいですか。いや俺絶対音感は多分ないはずなんだよね。はい、問1、どの次になった音は、これはどう、はい、どうです。みみ、これはさすがにね。はい、さすがにな。難易度って上がるもんなの。でもこれ、これはそう、これは簡単でしょ。うん、これ簡単だよ。え、でもこれなんだ、シャープフラットとかが来るのかな。あ、ここまではね、まだ簡単。ここまではね。さあ、そして、いや、ここまでちょっとあれだな、簡単すぎるな。難易度2、ミのフラットじゃないの？ドミドミ、ミのフラットじゃないの？またはレのシャープ。はい。三番目。ドン、ラー、ラー、ファ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 、ドラファ、ドラファ、ラー、ファ、これが相対音感です。簡単だな。どの次になった音は、ドーナー、そのシャープ、またラのフラットじゃないのこれ。ドーラーナー、ラのフラット、うん、またはそのシャープ。ぬるすぎる。3番目になった音、ドーシーレー、レです、レです、これはレです。いや、これはもうね、シー、あくまでこのどの音を、あの、要は脳内に残しておけるかっていうのがポイントなんで。まあ、8いくか。難易度4。どの次になった音？ドー。レ、レじゃないの？レー、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 レーだよね。レ、ドー。レー、レー。簡単だな。どうした？難易度5、マックスだ。ドー、ソー、ヌー、ヌー、ファのシャープじゃない？ヌー、ドー、ソー、ファのシャープ、ファのシャープ、ファのシャープ、ソーだからね、うん、ファのシャープ、ソーだから、ファのシャープじゃないの？ファのシャープ。いや、結構むずくなってきた。結構むずくなってきたわ。結
構むずくなってきてる。ドレ、ね、レ、ラのフラット、ラのフラット、ラのシャープだ。いや、むずかったわ、後半普通に。